プロエースは、トヨタ自動車がヨーロッパで販売する LCV である。商用仕様のプロエース、乗用仕様のプロエースバーソトに対別される。2012年7月、欧州トヨタと PSA プジョーシトロエンは、2013年半ばから、欧州において、小型商用車を TME に OEM 供給することで合意。この時、直期モデルも OEM 供給することで合意した。 生産は PSA が行い、資本提携は行わない。2012年10月15日、PSA から OEM 供給される小型商用車の社名をプロエースと発表した。初代モデルは2013年、PSA とフィアットの合弁会社セベル社が開発、製造していた全輪駆動の LCV の OEM 供給を受け、欧州市場での販売を開始した。 二代目モデルはトヨタ・プジョー・シトロエンの共同開発となり2016年のジュネーブ賞で初公開された。なお、PSA 版では常用モデルのネーミングがプジョートラベラー、シトロエンスペースツアラーである。初代プロエースはプジョーエキスパート、シトロエンジャンピー、フィアット・スクードと兄弟車で前後にトヨタのエンブレムが装着されるほか、 バンパーやヘッドライトのデザインも兄弟車とは違っている。ホイールベースが 3000mm で全長 4805mm、ホイールベースが 3122mm で全長 5135mm の2タイプの長さがあり、全高も標準ルーフの 1942mm とハイルーフの 2276mm の2タイプがある。 2015年12月1日に発表。実車は2016年のジュネーブモーターショーにて初公開された。従来の商用車に加え新たに乗用車版が設定され、プロエースはソう名乗る。欧州市場では大型 MPV カテゴリーに属し、9人乗りである。全長 4610mm、4960mm、5310mm の3。 タイプが用意され、ホイールベースは 2930mm と 3280mm の2タイプがある。2020年5月、電動化されたプロエース EV を2020年秋に欧州市場で発売することを発表した。ありがとうございます。